きやすい、これすごい簡単に音で出たですね。あ、楽に。おこれはこれこっちの方がなんか明るい感じですね。今っぽい感じ、今風よね、ですね、うんうん。感じでも吹ける感じですね。結構操作性良くなってるでしょ。はい、うん、でもこれも吹いてて楽しいです。すごい音は本当に簡単に出ますね。それが楽に出るよ。すごい楽に出る、ね、それバランス前に吹いてみたけど、なんか抵抗あったんだよね、はい、ねえ、調整したらこんなに吹き込んだみたいになるんだよね。不思議。なんかちょっと詰まってこう絞り出す感じが、はい、そういう感じ俺もあったですよね。本当に楽に出るこれ。なんでこうそのちゃんと調整したから。ちゃんと調整っていうのはちゃんと調整合わせてるんですか。それしかない。要するにしつこくしつこくやっていけばいいわけ。そのいいわけって言われるけど、それがよりしつこく見ていったの先に。そしたらここまでなるんです。だから俺も逆に面白い。そうそう、ただねやっぱセルマはね、本当はあの さっきもあったけど。多分低い2からのね、小さい音で出ようとしたときに、うん、なんかちょっと裏返ったりしやすいのよ。マーク6からそう、今でもそう。あ、これはそういうものなんですね。2からそう。かえって根から出る方がね、小さい音だったら、セルマは出やすい。ありがとうございます。